生き物飼育あるある、怪我の仕方の違い。熱帯魚飼育者の場合。よーし、今日も水替え水替えと。爬虫類飼育者の場合。よいしょ、餌だよ。よいしょ、ほら、ご飯のネズミだよ。ほら、おいで、おいでおいで。犬猫飼育者の場合。ポチー、あーあー。爬虫類飼育あるある、いつも部屋が何かしらで臭い。ただいまと、うん、臭っ臭い、おい、誰の匂いだこれ。くそ、うん、こいつじゃない。うん、オトカゲもうんちしてないし、ヘビもうんちしてない。水槽は、いつも臭い。これじゃないな、でも。なんだこの匂い、もう臭すぎて、もう死にそう。爬虫類飼育あるある、爬虫類ショップによくいる店員さん。あー、ここの爬虫類ショップほんま大きいよな。なんだこのトカゲ。四つ足口ありトカゲ。いや、大体のトカゲ足四つで口あるだろ。何なんだこの名前。ちょっと店員さんに聞いてみようかな、これ。はいはい、ちょっと通りますね。お、あ、ごめんなさい。爬虫類ショップの店員さんっていつも忙しそうで話しかけづらいんだよな。何回もごめんなさいね。あのすいません、このトカゲがちょっと気になるんですけど。はい、このトカゲね、このトカゲはね、オーストラリア原産でね、あの砂漠地帯とかの乾燥地にいてね、まあ植物とか、あの昆虫とかね、いろいろ食べてくれてね、すごい飼いやすいですよ。でね、まあもちろん今この子はもうアダルトなんですけど、ベビーだともう少し安く売ってますしね、まああのベテランから飼育者まで、楽しめるトカゲかなっていう感じですね、はい。そうなんですね。爬虫類のことになるとめっちゃ喋るやん。どうも、今日も最後まで動画見てくださりありがとうございます。それではね、今日も皆さんからいただいた美味しいお米をいただいていきたいと思います。それではまず1人目、質問です。爬虫類やいろんな生き物を飼っててハエや蚊は出てこないんですか？出てきてなくても出てこない対処法をショート動画で教えてくださいと。すいません、こちらもね、ロングでございますけども、お答えしていきたいと思います。結論から言いますと、めちゃめちゃ出ます。めっちゃ出てます。言っときますけど。はい。もう、動画とか注意して見ていただけるとわかるんですけど、ブン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 飛んでおります。ただね、一応、対処法としては、生ゴミとか、糞とかをちゃんとポリ袋にこまめに入れて、出てこないようにすると。ハエがね。で、あとは、ペットたちが糞をしたところには、こう、消臭スプレー。生態に影響のない消臭スプレーいっぱいありますんで、それを糞したところに、かけていくという感じで、対処しております。はい、ありがとうございました。格闘家好きさん、ありがとうございます。お米いただきました。で、はい、それでは2人目、クリームケーキさん、これあれですね、たわしにピーマンを丸ごと揚げた動画に、コメントくださってます。はい、たわしさん、私の分のピーマンも揚げるねってね。おったな、こういうやつな。中学校の給食とかで、皿の端に人参とかピーマンとか寄せて、全然食わんやつ。好き嫌いすな、いい大人が。食え、たわしを見習って食え、食え、丸ごと。な、頼むぞ。な、食ってくれ。いい見本になろう、子供のな、一緒に。ね。ということで、お米いただきました。ありがとうございます。これが見本です。はい、それでは3人目。ゴンベ教競争のゴンベさん。ありがとうございます。これもあれですね。ピーマンをたわしにあげた動画ですね。で、ピーマンね、苦いから、たわし食べないかなと思ったら、バクバク食ってたんですよね。なので、たわしがね、嫌がるような野菜何かありませんかということで、動画内で聞いてたんですけども、それに対して、ゴーヤ、セロリとかですかねってね。確かに。苦いもんね。苦さで言えばピーマンを超えてくるんで、この辺ちょっと試したいと思います。で、陰断のギシギシはダメだぞいということで、ギシギシよくわかんなかったんで、ちょっと調べてみたんですけど、野草みたいですね。
やっぱりちょっとね、野草をしっかり調べて、ダメなもんはダメというので、分けながら、ちゃんとね、ちょっと今度あげてみたいと思います。ありがとうございます。ゴンベ教、教祖のゴンベさん。お米、いただきます。ありがとうございます。ありがとう。はい、それでは最後。ガク梅川さん、カンナさん見ている、ディズニーランドに行きたい。行け、勝手に。